はい、どうも皆さんこんにちは、ふみです。今回はスカムのマルチプレイ、そしておよびね、フレンドと、まあ、一緒に、プレイする方法、スカットの、まあ、インバイトですね、それを紹介したいと思います。はい、ということでね、まあ、まず、一緒のサーバーに入る方法なんですけれども、まあ、とりあえず適当なサーバーにまず、誰かが入りましょう。はい、そして入りましたらですね、まあ、キーボードにもよるんですけど、僕のブラックウィードウは FN キーになってますね。で、通常だったら Windows キーだと思います。まあ、そのキーを押していただくとこのように、ね、まあ、あの Windows のスタートボタンが多分押されると思うんで、この検索欄から resmon.exe と、まあ、検索してください。するとね、リソースモニターが出てくると思うんで、まあ、そのリソースモニターを開きましょう。で、まあ、ネットワークタブですね、このネットワークタブから、scum.exe、これにチェックを入れてください。ですると、まあ、ちょっとね、今これちょっと小さいから見えにくいと思うんですけど、ここに4つほど IP がね、なんか出てくると思います。で、この433、ポートが433ではない方の、ここの MS がね、あの書いてある IP、 これですね、まあ、これの IP を、フレンドに、ね、まあ、教えてあげてください。じゃあちょっと書くよ。 OK、 あ、では普通に言うか、俺が。あ、言うべ、言う、 OK、 172、まあ、いい、大丈夫、ちょっと待ってね。 OK、 いいよ。 172.107.179.27で、はい、ポートが28102、はい、OK コネクト、はい、入れた、 OK 入れた、キャラクリ始まった、OK、これで、まあ、同じサーバーに友達と入ることができます。 OK、 じゃあ入れた。メイビンさ、今どこにいる？ん、今ね、俺 A4 の超右上、 A4 の超右上、ここか。はい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 、 OK。俺今 C3 の右側の真ん中あたりだね。だから、ちょっとこれ結構多分会いやすいかもしれない。一応でも、そうだね。うん。OK、じゃあ、どこで会おうか。じゃあさ、B3 のさ、なんか、じゃあ C3 と B3 の境目の、なんかちょうど3つ交差してるところあるじゃん。道が。はいはいはい、はい。道が枝側からしてるところ、はい。そこで会おう。ま、うん。Okay、遠いなぁ。お、あれメイビンだよね、メイビンだよね、あれ。Yes。オッケー。よいしょ。あ、疲れた。割り疲れた。もうエナジーもスタミナもねえよ。オッケー。でですね、まあ、よし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 。オッケー。オッケー。まあこれで、フレンドになる方法、フレンドになる方法っていうか、まあスクワットの招待の仕方ですね。まあこの敵が敵じゃねえや。早速仲間が、まあ、こう仲間と合流したら、こう離れんなってお前あのこのなんか手のマークが出ると思うんで F キーを押して、で Invite to Squad、 これを押します。するとそっちの画面で多分出てきたでしょ。出てきたね。それで、はい、アクセプト、OK、あ、ちょアクセプトのクリックがアクセプトのクリックがダメージとして入ってしまった、はい、でするとね、まあ、このように、まあ、仲間のね、あの文字が見えるんで、これで、まあ、スクワットパーティーのインバイト終了ですね。はい、ということでね、まあ、皆さんどうもご視聴ありがとうございました。またね、この、スカムの動画の講座あげようと思うんで、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。